もうちょっと食べて。はい。なんか、便が良いって言ってたのはもう治ったんやな、そっちも。そう、治ったと思う。うん、その、このご飯をね、うん、温めてから大丈夫な気がする。うちもさ、冷蔵庫に入れてて、うん、入れるのやめたもん。あ、そう。で、レトルト、缶詰をレトルトにして、うん、レトルトやったら 70g やから、うん、じゃあ、半分で 35g ずつになるし、うん、レトルトで冷蔵庫に入れんと、うん、朝あげて、晩あげて、うん、1日ぐらい持ちから、うん、ああ、そうか。やっぱり冷たい、あんまり冷たいとあかんねんな。冷蔵庫入れてへんときはもうそのままあげたりするけど、缶詰結構量が多いから。村、ここは涼しいからさ、お家の中も、うん、なんかマンションの中夏暑いやつも、うんうん、猫のために冷房入れて出たところに誰もそうなるわね、うん、そりゃ仕方ないな、うん、だって人いいんけど、猫はいるのに消していくわけいかんもんね。犬飼ってた人もそうだわ、うん、年中消したことないよって言うはる。そうやろ、うん、うん、ごちそうさま。綺麗に食べた。あ、ほんま、早かった。あ、お腹空いてた。え？お腹空いてたんやわ。待ってたんやもう。そやな。な、黙って静かに待ったはったね。文句言わんと。あ、さっちゃんちょっと。お顔を綺麗に拭いて。涙がいっぱい出るから。うん？少し距離を保って。そうなんよね。ちゃんと我慢して人にご飯を共有せんよ